はい、皆さんこんにちは。トウモロコシをね、収穫してきました。今年は残念ながら失敗に終わりましたという感じでしょうかね。ほとんどね、実がこう詰まってなくてですね、もう3分の1ぐらいしか詰まってないですね。ほぼ失敗作になりました。生の状態での糖度は明らかに実がついてないところはカットいたしました。ここから先がね、全然実がなっておりません。茹でた状態での糖度を測ってみたいと思います。茹でたてなので結構熱いです。8度ぐらいでしょうかね。生の状態も茹でた状態もあんまり糖度的にはね、変わりませんね。ちょっとだけ上がったかもしれません。この実の小さいところはですね、なんか味がないですね。こういうね、ちゃんとまともに育ったところは普通のトウモロコシのね、味がします。